里のダイヤモンドは日本の競争馬である。主な勝倉は2016年のキサラギ賞、神戸新聞杯、菊花賞、有馬記念、2017年の阪神大賞展、2018年の京都大賞展。場名の由来は冠名宝石名。額の流星の形から連想。母のマルペンサはアルゼンチンの GI 銀杯大賞など GI 参賞を挙げている。 2013年7月9日、北海道苫小牧市の農山ホースパークで行われたセレクトセールで搭載セッションにおいてこのセール2番目の高評価となる2億3000万円で、里見治に落札された。11月8日の京都競馬場、芝2000メートル新馬戦でデビュー。ロイカバードと合わせた取引金額、5億円対決として注目を集める中、 先行し最後の直線で前を捉えるとそのまま独走、デビュー戦を勝利で飾った。2戦目は2015年12月26日の阪神競馬場芝2000メートル2歳500万下に出走。ここでも圧倒的人気に応え勝利した。第56回キサラギ賞レース後2016年の初戦はギーキサラギ賞。2度目となるロイカバードとの 5億円対決で注目を集めた。ここでも単勝人気1倍台の支持を集めた。道中は5から6番手でレースを進め、直線で楽々と先頭に立って後続を突き放し、最後は外から追い上げてきた4番人気、レプランシュに3馬身1、2差をつけ、レースレコードとなる1分46秒9を記録して優勝した。その後はトライアルや、 ステップレースを使わず直接サツキ賞へ向かい、当日は前年の2歳王者リオンディーズ、弥生賞、勝馬マカヒキラを抑え単勝2.7倍の一番人気に押された。レースでは道中馬なりのいい競馬をするも、最後の直線で先行したリオンディーズの車高で不利を受け失速してしまう。体勢を立て直して差し切りを図ったが、後方から追い込んだディーマジェスティ、さらに、 大外から追い込んだマカヒキの末足に屈し三着に終わった。第83回東京優春続く、東京優春では2番人気となり、1番人気の D マジェスティ、3番人気のマカヒキと人気を分け合う形となった。レースでは交正面で左講師を落鉄するアクシデントに見舞われるが、それでも最後の直線では、高位置につけ、ラスト3ハロン33秒4の 5足で迫り、最後は、マカヒキと並んでのゴール。写真判定の末、マカヒキに8センチメートルをばず2着に終わった。4ヶ月の休養を経て、喫箇所への前哨戦として、神戸新聞杯に出走。このレースには、マカヒキ、ディーマジェスティといった、これまでクラシック路線で熾烈な戦いを繰り広げてきた、競合たちが不在ということもあり。 最終オッズ1.2倍という圧倒的な支持を得て一番人気に押された。レースでは中断に位置し、普段通りの手応えで迎えた直線では早めに先頭を奪い取り、最後は内から迫るミッキーロケットとの争いを首差で静止勝利を遂げた。迎えたキッカ賞では、サツキ賞馬であるディーマジェスティと人気を分け合う形となり、その中でも里のダイヤモンドは、 単勝2.3倍の1番人気に支持された。ちなみに2番人気となったディーマジェスティの単勝オッズは3.2倍で、3番人気以降の馬の単勝オッズは10倍を超える2強ムードでの開催となった。道中は中段に位置し、抑え気味だった同馬に対してディーマジェスティが並んでいくと、それにこうするように2周目の3から4コーナーでは、 順位を徐々に上げ、絶好のポジションにつけ最後の直線に入る。ディーマジェスティをしわたたく間に突き放し、前で逃げ粘る未来への翼を差し切り、追いすがるエアスピネルや、レインボーラインを寄せ付けず、2着に2羽新反差をつけ、勝利。クラシック最後の1巻で悲願の GI タイトルを手に、した。ディープインパクト3区の喫下賞制覇は初であると、同時に場所の里見にとって、 初めての GI タイトル、さらに安城のルメールにとっても初のクラシックタイトル獲得となった。コバとの初対戦となった第61回、有馬記念では、佐藤のダイヤモンドは、単勝2.6倍の1番人気に押され、2番人気のジャパンカップカチウマ北山ブラックは2.7倍、3番人気に押された前年の覇者ゴールドアクターが7.9倍と人気を2分した。 レースでは、中段あたりを追走するも、前半1000メートルタイムが61秒とスローペースな、展開になり3コーナーあたりから一気にまくりをかけ、最終コーナーで北三ブラック、ゴールドアクターに並びかけた。直線では先頭に立った北三ブラックの脚色は鈍らなかったが、外から追走し残り100メートルあたりで足を伸ばして、ゴール前で北三ブラックを首さずし切りゴール。 三歳馬ながら、コバを下し優勝した。勝ちタイムは2分32秒6だった。レース後、勝利機種インタビューでルメールは感激のあまり涙を見せた。コバになった里のダイヤモンドに対して、陣営は未まだ、日本馬で優勝経験のないフランス、外戦紋章制覇を目標に掲げた。二千十六年度の最優秀三歳ボバを受賞した、JRA 賞受賞式にて、 調教師はローテーションを発表。阪神大将展で指導して、天皇賞、春へ。秋は突出し、フォア賞を叩いて、外戦門賞に向かうプランを明かした。迎えた初戦、阪神大将展では、最終オッズ1.1倍という圧倒的な人気を集め、一番人気に押された。レースでは、コースターと起きり1周目の直線では、後方2番手に位置する。 二周目の一から二コーナーから前へ進出し、後方四番手となった。向こう正面では、先に動いたシュバルグランに交うするように三コーナーから順位を徐々に上げ、最後の直線ではほぼ先頭につけた。最初に先頭に立ったシュバルグランを残り200メートル付近でかわし、そのまま束を寄せつけず、二着場、シュバルグランに一番新反の差をつけ勝利した。 前年の年度代表馬、北三ブラックとの再戦となった天皇賞春は戦前から二強対決と言われ前売り段階では一番人気最終的には二番人気を集めたレースではスタートから中段7から8番手に位置し先行馬を見る形でレースを進めるも山勝雷伝のハイラップの逃げに動くに動けずほぼポジションをそのままに 最終コーナーまで進み直線の末圧勝部に、挑み徐々に差を詰めていくが、早め、先頭に立った北サンブラックを捉えるには至らず、アドマイアデウスを首ほどかわしたところが、ゴール、0.2秒差の3着に敗れた。なお、勝利した北サンブラックは、ディープインパクトが保持していた、京都市は3200メートルのレコード3分13秒。 4を0.9秒も上回り世界レコードとなる3分12秒5で走破した。佐藤のダイヤモンドも負けはしたもの、それまでのレコードを0.7秒上回るタイムであった。その後は宝塚記念を回避し、外線紋章制覇を目指してフランスへ遠征。前哨戦のフォワショーでは各ブックメーカーに本命視されたが、休み明けと重ばばの影響で4着。 本番の外旋門賞でも、重ばばに苦しみ最後の直線で伸びを書き、15着に敗れた。外旋門賞後、陣営は、連覇を狙い有馬記念へ出走することも視野に入れていたが、11月19日に出走を、見送り年内を休養に充てることを表明した。池江町教師は、次年度の1月か2月の中距離重賞から、指導することになりそうですと見通した。 年明け指導戦として3月11日の金車地賞に出走。人気では、スワーブリチャードに次ぐ2番人気に押される。レースは、外戦門賞で対動馬となった佐藤のノブレスが先手を取る中、佐藤のダイヤモンドは後方に位置し、最後の直線では粘る佐藤のノブレスとそれを交わして、先頭に立ったスワーブリチャードの後方から追い込むも3着までだった。続く大阪杯では、 前年のジャパンカップカチューマ・シュバルグランや、サツキショーバ、アルアイン、マイルチャンピオンシップカチューマ・ペルシアンナイトなどの有力場が集まる中3番人気に押された。レースでは、スワーブ・リチャードが、向こう正面で、後方2番手からまくりをかけ3コーナーで先頭に立ち、観客のどよめきが起きる中、それにつられるように各場が進出を開始。佐藤のダイヤモンドは、 内で包まれてしまい動くに動けず、4コーナーでは12番手まで後退最後の直線でも思うように伸びず、勝ったスワーブリチャードから1秒離された7着に終わった。続く宝塚記念では一番人気に押されるも6着と惨敗した。秋初戦の京都大将天は、集団から抜け出すと最後は、レッドジェノバの追撃を半場審査しりぞけ1年半ぶりの勝利を挙げた。 その後11月のジャパンカップ引退レースとなった有馬記念は共に6着に終わった。引退後は八シ大スタリオンステーションで種ボバとなる。以上の競争成績における内容は NETKEIBA.com とのダイヤモンドの競争成績に基づく。ありがとうございます。